機は熟した。2020年頃から一人の男の挑発により始まった因縁は、2023年大晦日のライジン45を経て月末へと向かっていく。美しきドブネズミは路上の伝説を超えることはできるのか。朝倉未来 VS 平本蓮。平本蓮が朝倉未来の名を出した当初は、実力差、知名度ともに圧倒的な差があり、格闘ファンのみならず朝倉未来本人も相手にはしていなかった。そんな中、地道な努力と SNS での舌戦を駆使し、ようやく平本の手が未来に届くところまでたどり着く。これまでの格闘技の歴史において、正人とキッド、天心たける、彼らが繰り広げた熱狂に引けを取らないほどの対決が実現されようとしている。私個人は朝倉未来の大ファンだということではないが、一格闘ファンとして言いたい。朝倉未来は強い。これは擁護や贔屓などではなく、平本蓮、朝倉未来両者を見て私が勝手に思うことである。そんな強い朝倉未来を超えてほしいという気持ちもある。どちらにも負けてほしくない。そう思う試合は武尊天心の戦い以来だろうか。どのスポーツもその時々のスターたちによって時代は作られる。平本蓮によって新しい格闘技の時代は作られるのか、それとも朝倉未来の時代は終わらないのか。ライジンのリングには燃え盛るほどの熱がまだ残っている。